仮面ライダー勇気のプレミア配信が終わりました。愛する人の命を救うために他人の命を犠牲にしてもいいのかというのは重い問題です。殺すか殺されるかという状況で自分の命を守るために人を殺すのはやむなしでかなんですけどね。他の人のためにとなると歯止めが効かない。ドラマの中でもはっきりした答えは出せず、事件の全ての始まりといえる神崎史郎が諦めたような形で終わりました。またライダーバトルを止めるということはゆえを見殺しにするということでもあり、殺人犯なんかもいるライダーみんなの命かゆえ一人の命かという問題でもあります。たくさんの人の命を救うために一人を犠牲にしていいのか、命を選べるのか、この問題は後の仮面ライダーブレード、ウィザードでも形を変えて問われます。エグゼードの宝章 M 君は、僕は医者だ、人を助けるのが仕事だ、命は選べないときっぱり答えています。自分は改めて見て、やっぱりテーマが重すぎて、簡単に感動しました、とは言えないです。一つ言えるのは、勇気よりも苦しい戦いを強いられたライダーはいても、勇気ほど戦うことの意味に苦しんだライダーはいないだろうなぁと。47話でシンジがやけになって、もう何も考えず戦う、と無理に明るく振る舞うシーンは切なかったです。以下本筋とはそれるかもしれませんが、ちょっと思ったことを2点書きます。第31話、32話で、朝倉がフェリーでミラーモンスターに襲われる少女を助けるエピソードがあります。なぜ、普通の人間のモラル無視、衝動殺人を平然と犯す朝倉が少女を助けたのか？はい、朝倉は少女を助けてはいない。問題自体が間違いと思った人、正解。朝倉は少女を助けたんじゃなく、単に殺さなかっただけですね。朝倉は3匹のモンスターと契約してて、定期的にモンスターを倒すことで餌をやらなきゃいけないんですが、3匹とも飢えててそろそろ限界。ちょうど少女が3匹のモンスターから狙われてるんで、一緒にいたら3匹まとめて倒していっぺんに餌をやれるからそばにいただけです。この回を取り上げたのは、特撮女子パンナさんの動画で見たんですが、視聴者の朝倉パッシングへのエクスキューズ、言い訳からできたエピソードだからです。勇気は13人のライダーが殺し合うという設定から問題になることは分かりきっていましたが、中でもイラつくというだけで周りの人間を殺す朝倉を仮面ライダーにしたのは非難ごうごう。批判を少しでも和らげるために、朝倉が少女を助けるこのエピソードを作ったそうです。最初非難をかわすためにキャラ設定を変えるなんて逃げだなぁ、と思いました。しかし、改めてドラマをよく見ると朝倉のキャラはブレてないんですよね。この回、最初見た時はなんで朝倉が少女を助けたのかわかりませんでした。改めてじっくり見て、契約モンスターに餌をやるために少女のそばにいたのか、と納得したんです。しかし、そんなに最初から真剣に見ていない視聴者の大半は、その辺には気づかなかったでしょう。ギリギリでキャラクターを崩さず、視聴者のパッシングもかわすファインプレイ回でした。勇気にはたくさんの仮面ライダーが登場しますが、一番好きなのはなんといっても、いや、仮面ライダーファムの加藤夏希ちゃん、ほう、ではなく、あらら、いや、優美なデザイン、ファイトスタイルも華麗な空中戦で女性ライダーではファムが一番好きじゃが、好きというか、一番興味深い、面白い人だなと思うのは北岡弁護士ですね。この人はドラマだからできる、現実にはいそうにない実験的な架空のキャラクター。例えば全く努力しなくても東大に合格できる天才とか、人の心が読める超能力者とか、そういう人が現実にいたらどうなるだろうという、ドラマだからできるキャラクターだと思います。説明します。勇気の一連の事件を俺ジャーナルの編集長は、ここにあるのは純粋な願いでありと総括しましたが、北岡弁護士は違うと思います。北岡は不治の病に侵されていて、願いは当然健康、延命ですが彼はそんなに、うわぁ死にたくない死ぬのは嫌だぁと必死には見えません。恐ろしい殺人鬼の朝倉に命を狙われても、うぜぇな、という感じです。俺は人間の欲望を愛しているのさと言いましたが、その欲望を全部満たしたからです。まだ若いのに弁護士として成功して、あんないいオフィスを構えています。危ない仕事も引き受けて自分の力で成功したんです。男として仕事で成功するのは一つの理想です。着るもの、食い物も一番いいものです。食事もあらかた美味しいものは食べ尽くして、もう五郎ちゃんの料理で十分なんでしょう。欲望を全部満たした北岡は命にも固執していません。実験的なキャラクターというのはこの辺です。そんなに全部欲望を満たせる人もあまりいないし、大金持ちでとりあえずの欲望を全部満たしても、また次々に欲は出てくると思うんですよね。それに、そんなに贅沢ない思いをしていたら、いよいよ死ぬのが惜しくなりそうです。
しかし北岡は生きるのにも飽きてしまって、そんなに必死に死にたくないわけでもなく、強いて言えばただ病気で死ぬのも面白くないから、ライダーバトルとやらに参加してみるか、という感じです。あらゆるものに飽きてしまった北岡が唯一望むもの、それは女性です。普通の女性ではありません。若く成功した北岡が普通の女性に不自由するわけありません。北岡が望むものは、彼を全く受け入れない女性です。漫画展に、無念が願いを光らせるという言葉がありますが、実際手に入らないものほど強く惹かれます。可愛い女の子と付き合いたい男性は多いでしょうが、2、300円の小銭で可愛い女の子と簡単に付き合えたらどうでしょうね。最初は面白くてとっかえしっかえいろんな女の子と付き合うでしょうが、時期にすぐ飽きる気がしませんか？少なくともモテない時の、死んでも付き合いたい、というほどの情熱はなくなるでしょう。北岡さんに話戻すと、そういうわけで彼は、彼に全く目もくれない女性、桃井玲子には強烈に惹かれます。玲子は仕事以外で彼には目もくれませんが、最後の最後でデートの約束を取り付けます。デートの約束までは取り付けてもまだわかりませんね。もう残りの時間があまりないとわかった北岡は一つやり残したことを片付けねば、と朝倉との対決を優先します。優先しようとします。そこで、北岡の人生は終わります。彼は幸福だったんだろうと思います。こんなに面白い、愛すべきキャラクターをただあっさり死去退場させるわけないです。玲子との交際がうまくいかなければアンハッピーだし、うまくいけば、そう、彼はこれまでの欲望同様彼女に失望し、これまたアンハッピーな結果に終わるでしょう。桃井玲子との交際に関しては、彼は最高の形で終わったのです。北岡秀一という男は仮面ライダー結城というドラマにとって何だったのかよくわかりません。結城のメインライターは小林靖子さんですが、北岡はサブライターの井上俊樹氏の想像したキャラです。当初は小林さんの各エピソードには登場しないほどつかみづらいキャラでした。ただ、結城というドラマ、一直線に戦うかやめさせるか、成果しか、というだけでは早々に詰まるところを、すべての欲望を満たした虚しさを知った男、という立ち位置でドラマに、ユーモアや不思議な膨らみを与えた存在だと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。よろしかったら、高評価、チャンネル登録、お願いします。うつ主、図に乗って一層暴れるでしょう。うるせえ。